全国から共同行動にお集まりの皆さん、ご苦労様でございます。ご紹介いただきました、共産党の参議院の国会対策委員長を務めております井上聡でございます。いよいよ、予算も大詰めの、12月になりまして、国会に全国からたくさんの先生方も集まってこられる、さすが師走だなという思いをしながら今見ておりました。私ども昨年の6月に、大学の危機打開へ学問の府にふさわしい改革を進める共産党の提案という政策提案をいたしまして、これに基づいて全国で大学の学長さんなどとも懇談を進めてまいりました。主な内容はですね、やはり大学の日常的な運営に必要なこの基盤的経費の増額、そして基礎研究支援の拡充を図ってですね、じっくり教育研究ができる大学への条件整備を進めること、そしてお金の心配なしに誰が学べるような環境を作ることなどを中身とした提言でございました。全国30を超える大学の学長さんとも懇談をいたしまして、私も京大総長、そして信州大学、静岡大学の学長さんともお話をする機会がございました。ちょうど昨年の時はですね、大幅な運営費交付金の削減というこの状況もありました中で、本当に皆さんから危機的な状況やその思いが語られたのが特徴でありました。信州大学の学長さんは壊滅的状況になると言われました。静岡大学の学長さんは回復不可能な事態になると言われました。京大の総長は5年10年先に大きな禍根を残すと、こういうことも言われました。全国のそういう大学人の皆さんのいろんなお声の中で、大幅な削減ということはにはならなかったわけでありますが、今むしろ、大学の関係予算を拡充していくということが求められているわけですので、ぜひ、来年度予算、大学の死活問題であり日本の学術の基盤となるこの予算をですね、拡充をするためにご一緒に全力を尽くしていきたいと思っております。今大震災、そして原発事故を受けまして、日本は未曾有の危機的状況に直面をしているわけですが、そういう時だからこそ学問教育というものの役割は大きいと思うんですね。私たち被災地のニュースを見ておりまして、いよいよこう前進が始まったなと思うのは、やっぱり学校が再開して、で子どもたちがそこに行って厳しい中でも教科書を持って学び始めた笑顔がニュースに出た時に、やっと、こうその芽が出たなということを誰もが共感をしたことだと思います。かつて、ルイ・アラゴンがですね、教えるとは希望を語ることということを言いましたけども、まさに、学問教育というものがこの希望を作り出していく、そういうものだということをこの震災の中で改めて感じました。日本の大学は、国公私立を問わず社会の知的基盤として、この被災地の復興はもとより、日本の新しい国づくりに対する役割が求められている、そういう時に、この高等教育予算を減らし続けるような政治でいいのかということが問われていると思っております。そしてもう一点、改めてこの震災の中でこの世界一高い学費がそのいろんな復興という点でも大きな足かせになっているということを痛感をしております。不況と震災のダブルパンチで少なくない学生が経済的理由から学業を諦めざるを得ないという実態が出ております。この間東京新聞に石巻専修大学の学長さんが語っておられましたけども、震災の中で学生の3分の1に当たる約600人の学費の減免措置を決められたそうであります。来年も支援をするけども厳しいのは来年以降だろうと言われておりました。被災した学生の親が職を失った場合もあるし、仮設住宅に移れば光熱費や食費がかかると、学生の経済的逼迫は今以上に進んだろうと、こういうことを言われているんですね。そしてこれに合わせて、機構がですね、奨学金の採用枠を増やしたけども実際には増えてないと。現実を見れば、その対応性の奨学金ってやっぱり借りれないっていうのが
被災した学生の多くの実際の気持ちなんですね。まあ、本当に返せるかと不安に思っている中で、やっぱり対応性ではこれに対応できないということを改めて浮き彫りにしていると思います。先ほどもご紹介ありましたように、今年度予算で、概算要求で、まあ、初めてこの給費制の奨学金を盛り込んだことは、皆さんの運動が押し上げてきたことだと思いますけども、文科省の話によりますと、まだ財務省は教育は受益者負担が原則だと言って、この給付制の奨学金を認めようとしてないというお話も聞きました。この給付制の奨学金というのは、総選挙なんかの時にもですね、各党全部必要だということはテレビ討論なんかでも認めたことなんですね。受益者負担といいますけども、この高等教育学問の受益者は社会全体でありまして、日本のようにこれに固執をして、世界高い学費、そして事実上のローンである奨学金、これを捨ててるということは本当に全世界見回してもわずかなわけでありますから、皆さんとさらに力を合わせてですね、必ずこの給付制の奨学金を実現をして、さらに拡大をしていくし、さらには高等教育予算全体の大幅な拡充を目指して、皆さんとご一緒に頑張っていきたいと思っております。今日の行動が大きく成功されますことを心から記念をいたしまして、一言ご挨拶いたします。どうもご苦労様でございました。